あなたのヒよちゃんはマイタケちゃんのセレクトオブヤム。ヒよちゃんが実況していたゲームのコラボカフェに来てみました。お店は地下にあります。今日のご飯はククルのお気に入りとんかつ定食。ククルちゃんのドリンク、ストロベリーシロップミルクストロベリーアイスラムネです。このスタバの呪文みたいな商品名は何なんでしょう。店内は動画禁止なので静止画です。場所はここ。 前回よりも秋葉原に近いところにあります。試しに歩いてみましょう。ここはラジオ会館ですが人工衛星のない世界線です。小屋さん。リーディングしたいなを使っているのでしょうか。秋葉部屋が萌えの街だった時代はもう終わりました。これからはインバウンドの時代です。確かにインバウンドコンカフェとかインバウンドケバブ屋とかが多いですね。ベルサールを左折したら目的地の通りです。ここを右折したらリナカへ跡地です。 里ナ海閉店って13年前ですよ。何年前から取り合ってるんですか豚野郎と様ポケコラボカフェをスルーします。様ポケのカフェってここでやってたんですね。というわけで目的地は馬王の隣です。コラボカフェは8月18日までなので今すぐ行ってください。コミケに向けて調ばってるヒよちゃんに応援を送りましょう。ヒよ先生はまだコラボカフェ行ってないんですか私はもう行きましたよ。煽っちゃダメですよ。次にコラボカフェに行くのはあなたです。 それではまたどこかで知的飲料を補給しないといけませんこの辺りに売ってるところあるんですか脇道に入りましょう早くしないと知的飲料欠乏症になりますここには知的飲料自販機がありますどうして知的飲料だけこんなに隣は色はす真っに囲まれています知的飲料を補給したので神社に向かいます 何の神かは知りませんが挨拶をしておきましょう。この橋はアニメ版下下に登場しました。すでに見えてますが目的地は柳林神社です。下下に登場した神社の場所のモデル地とされています。やっぱり下下詳しいんですね。場所だけで中身は似ていません。とりあえず挨拶です。私のユリが奉納されていたんですけれど、ユリの神なのでしょうか。 お疲れ様でした。